はい、信長の野望武将奮録スマホ版、織田家鉄砲縛りというのをやってるんですけども、現状ね、信濃を取ってしばらく防衛中ということで、まあ、信濃がねボロッボロなので信濃をなんとか守りきるという形で、まあそうですね、尾張はまあ補給するための地域なんで大丈夫です。まあ伊勢と信濃を守りつつ国力を強化していく、そんな形になります。まああとね、徳川がどの程度やられていくのかっていうのはちょっと、徳川がもし攻め込まれて滅亡するようであれば尾張から一気にね踏み込んでいきたい。うまいこといかんわな。まあとりあえずね、まずは守りきる。まあ、有効度は上がって損はないからね。これな、徴兵3回して、その兵装が 5.1 ってのが上がるのか下がるのかってのも微妙だしな。なんせ信濃はちょっと鉄砲も消費しがちなのよね。一月待つか。なんともか。まあ一月待ちましょう。千利休はダメ。お、美濃で本田忠友になるのかな今のは。まあ忠勝がいるからね、本田忠友。わあ、武勇がすごいね。でも戦死するんだ。いかにも忠勝の息子って感じだよね。そして信濃の秀吉はまあひたすらね、ここはまあ評論を別に、内政で、治安もな。3人無能武将がいるんで。まあ忠誠度を上げるためにもね。てか白防御8って俺初めて見たぞ。大丈夫かい。まあ秀吉はね、政治力が100なんで。お、人事同様。伊達重実か。はい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 。強えな。重実も欲しいけど、まあ自分から取るわけにもねって。今武将何人いるんだっけ ?27、24、24。まあ自分から取るまででもない気がする。まあでも取るか。あ、軍師いねえんだ。イエース。まあね、年齢制限がないあれなんで。伊勢の方はなんか鉄砲が増えてるな。兵数は。そのまんまって感じだけど、まあここもね、商業国高、治安、白防御を上げつつっていう感じですかね。良きお考え。一応金山はある。
兵糧収支がまだマイナスと。兵糧収支はあと1回ぐらいでプラスになるのかな。まあとはいえね、ここはもう攻められることを前提で。おっと、伊勢どんどんやられるな。はい、 5.2。 ここは徴兵しましょう。訓練は忠勝。やっぱ4人いるか。100で、この100人を信濃に送り込みたい。先に送っていいものなのか、そして武将はいるのか。まあ、中精度100で動ける武将があと3人かな。いや、そんなもっといるな、もっといるな。まあとはいえそんなに弱い武将たちではないんで、いらない子を移動させるか。いらない子。富田。松野。あ、すごいじゃん、松野重元鉄砲A じゃん、すごいじゃん。あ、これは面白いかも。まあ、兵糧そのまんま、兵数は100で、100いってもいいかな。80ぐらいにしとっか。兵数80ぐらいで。よし、OK。尾張の人事が、あ、おお、小早川秀明だ。はあ、はあ、小早川秀明がいるよ。まあね、この無能武将という扱いではあるけど、まあ、関ヶ原の合戦のイメージがあるからね。むしろ敵側にいて裏切らせたいよね、歴史のあれとしては。牧野、徴兵の違う、訓練。能力が低い。能力が低い。まあしゃあないね。まあ補充用よ、補充用。富山の薬売りは 100%。 あ、来た。6人595籠城します。信長、勝家、長家、長秀、堀秀政、誰にしてたっけ。あれ、もう一人
これ政治力高いやつが いるとまずいのよ。勝家政治80で利家74、88には長秀で76ってことで70以下のやつだったらいいかな。70以下池田恒興、池田恒興か長地か、まあ鉄砲の能力が高くて戦闘力が高くて70以下、ここでいいのかな。よし行こうかさあ、うんと目にもの見せてやりましょう。路上だね。いいえ、はい、勝家堀秀政、まあいつもの配置です。おっと今回は向こうが多いのか。これはね 100% やられることないっす。まあ多少はね兵数が減るけど、行動を止められているやつが一人もいない。14当たってくれ。これなあ、まあ一応歩兵をやるのが一番やっぱ順当だと思う。弓構えが怖いからね。よし、オッケー、最高。そう、一ターンね、これで。お、止まったな。さあ地獄の門が開くぜ。お、前田刑事じゃん。いいねいいね、これはだいぶ順調なんじゃないかな。でこっちだよね、やるの。雨さえ降らなきゃもう虐殺ぐらいな感じでやれるんだけどな。まあさすがに地獄の門を開かしてもらいますよ。開いた。あ、まだ開かん？うそや。そんなに門って広かったっけ？てか士気が低い。
そこしか当たらんか。まあまあまあ、当たったら当たったでそれで OK だしな。うん、コブ、おお、コブか。弓構えやってこんかったね。これはラッキーだね。当たったら当たったでよしよ。よし、うーん、兵をゴリゴリ減らすと。こっちね、もちろん。よし、残殺だよね。もう一人ぐらい武将やれんかね。おお、六角義治じゃん。さあ、お、逃げる逃げる、逃がすな、撃ち殺せ、そして俺に兵糧をよこせ。ダメダメかダメか。もう退却かな。あら、退却しね、退却しないと。うわー、くそしかし、あの兵数ゼロってなるのって怖いよね。リアルの社会で兵数ゼロとか言われたらちょっと恐怖で失禁しそうな勢いの。忠誠が下がってる。あ、本田、本田、うん能力低い。明石と小川、まあ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 、能力低いからな、無理して取る必要性はないんだよな。無理して取る必要性はないけど、ここでやることがあるのかないのかっていう話はしなきゃいけない。金はあるけど兵士を増やす価値があるのかないのか。作っとっか。あ、352回。まあ、いか。そうよ、収支が下がる下がる。まあ、ここはもう自分たちでなんとか、自分たちのことは自分たちでなんとかしますシステムで頑張っていきましょう。終わりは、終わりはあれだな、治安を上げていかなきゃいけないな。牧野か。まあ、牧野は戦闘向きじゃない文官タイプだから、
そうそうそう、まあ残しとく必要性もそんなとこかな。おっと行動力が少ない。で511 やべえな、白防御8はいつ見てもやべえな。探しますかなんだよな。うわーなんかなー、いねえなー。矢沢働けよ。あーくそ来ねえか。あー来た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 。まあこんな感じだよな。あと一回治安、政治力が低いな。みんな政治力の高いやつも来させたいけど、まあ微妙だな。鉄砲完成の、まあとにかく各ここは内政を、違う、忠誠度を上げるのも兼ねてやらないといかんからね。ナウス、いいね。矢沢のあんちゃんが本当に働かねえな、あいつニートかよっていう。あ、高島、オッケーオッケー。うんうんうん。でプラス治安あこっちもな。兵糧収支マイナス47ということで、攻めてくんなよ、絶対攻めてくんなよ。はい55、 OK。 でも多分ね、秋口までに1回攻めてくると思うんだよ。ここは治安だけだね。OK。でまあ行動力もちょっと減ってるから、回復させるためにここはこれで終わりで、大谷義次俺これな、ここ、おっと、長谷倉常長じゃん、常長じゃん。はい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 、はい、ここはその信濃に対する補給の意味もあるし、その収支も安定してるから、ちょっと軍隊を増やしておきたいっていう思いがある。あと100、あ、しまった訓練しちゃった信夫どうしよう。ちなみにまだ兵糧収支に余裕がある。おっと来た。実はね、この近江から攻めてきた時に返り討ちにしたところで美濃から近江を取りに行くっていうことをちょっと考えてる。
まあ、今回は無理だけど、アイロージュをします。勝家、前田利家、庭長秀、堀秀政の、まあこれ上から順にやれるからやりやすいな。ここで600人なら600人もうボッコボコにしてやって、で大カウンターを返すというのを目標に。ただね、雨だけが問題。うほう、そっちか。おー、ケンニョがいる。さあどうしよう、誰をやろう。総大将ケンニョか。当たれ。ここで当たってくれるのが一番理想なんだ。まあだよな。で吸収で相手の動きを止める。で鎮静だよな。でこれで三段構えができると。いいね。ただ先頭にケンニョが来ちゃったから、もうケンニョは倒しちゃう感じになるのね。あ、誰も撃ち殺せんか。三段構えいきます。当たってもいいぞ。長いことケンニョは戦って、うわぁ来た。うん、そう、10人やられるのよこいつら。そう、結構おっと、剣に当たった。でこの兵糧がまるっとうちに手に入る。この1209と1130合わせて2339かになるかならないかがご注目という感じかな。よし、ほらほら奪えた。いいよ、偽物であっても。赤東館78歳なんだけどな。はい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 。まあ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 、これはね、もうこういうもんだという。まあもう一回ぐらい伊勢から来るかな。あと6。まあ正直ね、商業もやばいし、あれ商業あと144。
まあキーからも攻めてくるかもしれないし、とりあえずねここをなんとかするまでは内政集中ということで、30分か、あと30分やれるな。違う、まあとりあえず信濃と伊勢でなんとか守りたい。あ、まだいる。よしよしよし、OK やな。でここは訓練の、93、明石さん無能感が半端ないな。まあとりあえず50超えたで OK や。超速壁、ここはまあ本当に何もやることがなくなったね。何もやることがなくなったので、やることといえば、鉄砲を作るということです。はい、久しぶりの小田浦久斎さんです。お、小早川秀明が、おお、願わくば末席にお加えくださいって、なんか控えめだね。うん、いいよ、僕は嫌いじゃないよ秀明。さあ、お、浪人がえらいいる。小野崎か、はい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 。長谷倉と八代景頼、へえ。龍蔵寺だ。ああ、なるほど。さあ、どこから行く？内政の開墾を。開墾を、てか村井がもう政治力99とか。俺最初このゲームやりだした時94ぐらいだった気がするんだけどな。はい、で将軍、次ね、商業白防御とかの上げ方になると思います。いいな、兵糧分取りプレイいいよね。さあ、ここはひたすら畑を耕します。金がなくても城は落ちることないですが、米がないと城が落ちるからですね。さあ、治安、働けよ矢沢。ということで、ここは訓練だったな。訓練の2人が訓練をして、で治安を上げると。2人いるんだな。おお、なかなかいい、働かない。ニートじゃないんだから働こうよ。働きたくてうちに来たんやろ。はいと。ここに、あ、ここにあれか、あいつが来たんか。ここはね、微妙なんだよな。
今普通に、あ、商業あげよう、商業を。牧野と小早川がいるね。お、働くじゃん。もういっぱいになっちゃった。軍師がいない、ない、いてもいなくても困らんところはいいか、なしで。内政商業で、築城はね、なかなか微妙なんだよ。別に意味ねえじゃんとは思ってんだけど、どうせ攻められるしね。上げれば上げるほど下がり幅も大きくなるから微妙なんだけどね。尾張もね、まあ白防御しか上げるもんないからね。まああれだよ、公共投資してお金を回すみたいな、そんなもんだと思ってください。本当はね、鉄砲作って鉄鋼線作ってってやりたいんだけど、鉄鋼線の余裕ねえな。今回も縛りだからね、鉄砲か鉄鋼線でしか攻撃しちゃいけないっていう縛りなんだけどね。あ、6月じゃん。お、矢沢ファミリーだ。高島と伊達か。あと、はいはいはい、うん、ちゃんと働かなきゃね。ちなみにまだ161か、厳しいな。ここは訓練をあと1上げて、こんなとこか。さあ、米相場がそのまま下がっていきそうではある。お、いいねいいね。なんせ忠誠度を上げたいっていうのが、まあついでにあるからね。尾張は本当にやることがなくなってきたな。しばらくね、別に何もしなくていいぐらいなんだよね。で、信濃は徳川に援軍を求めれるっていうのがあるからね。小川か。まあ公共投資でもやりますか。94だから、あ、ここは治安だね。治安を2人で上げると。ホンダがあと1か。よいしょ、治安、どうしような。
金をね半分ぐらい送ると、内政で使うから。お、なんだ。仕事関連の電話がかかってきちゃったんだけど、ちょっとこれは無視します。どうしような。まあ仕事関連の電話って言ってもね、多分あの プライベート的なあの愚痴に近い話だと思うんで、そういう意味でね、あの取りませんでした。これはこれでいいかな。よし。で、元地下は、また築城だな。だよな。二人とも後にって分かりやすくていいね。まあ何もしないをするみたいな形になりそうな気がする、ここのね終わりに関しては。うっしゃー、いいよで、これは治安、明石だけだっけ。もう、あ、そうだよね、金山が見つかるかはなんとも、あ、見つかりそうな気もしますが、あ、どっちだよ。お、頑張れ。どっちを応援すればいいのかなあれ結構毛利も上杉も厄介なのよ。あ、ようやく収支が 赤字から黒字になった。はい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 、だからここも黒字を目指してって、きついな。まあここはまず忠誠度を上げるとこからだね。はい、90。まあボロボロだった国を立て直すっていう、重要なね。だって信濃が1年こうやって戦ってないっていうのはもうレアな感じがするからね。ようやく商業石高が300-400と。津田宗及いらん。さあこれでね、商業石高を触りつつ、商業石高を触りつつ城防御を上げると、今度城防御メインで上げてもいいのかな。あ、これなんか浪人祭りがすごい能力の低さだな。後藤信康、うん、凄まじい能力の低さだけど、これはなぜ俺のとこに集まるあ、じゃああれだね、築城メインで行こうか。マインクラフト的なね。プラス開墾の方がいいんだね。
なんで開墾の方がいいかってね、商売に役に立つからだよ。45分、もうちょいやりましょう。ここはもうやることないんだっけ。99、あと2以下。あと誰、2人100になりゃもうこれでやることなくなる。しばらくパスが続く。まあ白防御をね、999にするつもりはあんまりないから。まあ鉄砲でも生産するかねみたいな、そんな感じっす。信濃の秀吉は働かねえな。よしよし。よし。よう来た。うわあ、これな。ここが一番きつい、正直。6人420か。はいはいはい。大谷義継、本多忠勝、加藤清正。本多忠朝も普通にこれでいいだろう。で、毛利勝、勝永、僕はね、鉄砲 A の織田信忠を使って鍛えたい。そして、カニサイゾーを使います。カニサイゾーは要するに退却させられる要因です。あれ、相手420だったっけ。まあ野戦にするとちょっと怖いか。あれ、信忠が4番目だっけ、5番目だっけ。ああそうだそうだ。で信忠、ここに置くのは信忠がここで打ちまくれるからです。攻めといきましょう。大きく下がったと。さあここの扉は硬いぞ。ここが狙い撃てればな、ここが狙い撃てれば言うことねえんだけど。三段打ちをやる前に、あーでも狙い撃てるときに、46。ちなみにもうあと2回持つ。強え。
九州はね、相手に鎮静を使わせたかったんだが、一人も麻痺しねえ。あ、やべえな、これはやばい。鎮静使いたかった。これは本田たた、あ、巨砲だ。はいはいはい。はいはい、カニサイゾーは逃げ帰る。あ、行った。門が開いた。ここで。さあ行くか。当たんねえな。来たやつをバシバシ撃てるのがここの利点。ほう、来た。あれ、あ、だよな、鎮静使わねえのかと思ったら、だよな、残念。三段打ちがねなくなっちゃったから、だからもうこいつは大将を撃つしかない。で、こいつらが弓構えでね、打てちゃうのがちょっと。そう、それがね嫌なんだよ。うわうわ、しかも雨降ってる。さあもう鉄砲で殴るか。本田忠勝を舐めるなという、そういう話ですね。わあ。まあ相手もね、鉄砲使えないから。鉄砲隊で殴る。あー、くそ、仕方がない。あー、くそ、25も減った。鉄砲がダメだよ。鉄砲が大事のこのゲームだから。うわ、痛い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 。これ本当はね、左っ側のやつら撃ちたいんだけどね。これはもう素直に。うわ、嘘、くそ。うん、まあまあまあ、まあいっか、打って終わりにするか。当たれ、もうダメか、年下か。口ほどにもなきだけど、口ほどにもなきだけどね、商業国だかゴリッと減ったりとか、いろいろ損害あんのよ。だから美濃攻められたくないのよ。まあ一応ね、収支はこれで OK なんだけど。55分か、そろそろね。
一回終わりにしときましょうかっていうことでね、一応今回内政防衛会、まあ信濃がねいい感じにな、まあ倍ぐらいにはなったよね、商業国高で。終わりはまあカンストで、伊勢はまあほぼほぼ損害なく守れてると、そんな感じですっていうことで終わりにしましょう。以上パチオでした。バイバイ。